海外行くと屋台のトウモロコシを買います。これはね、ぶっちゃけね、本当別に個人的に僕はトウモロコシが好きだっていうのもあるんですけど、それでね、どうこうではなく、これは深い理由があるんですよ。実はね、7年ぐらい前から、カンボジアの方でビジネスをやってるんですけど、その当時ね、自転車の、トウモロコシ売りの屋台がおったんで、トウモロコシ好きやし、トウモロコシ買おう思って、いくらですかって聞いたら、4000リエルって言って、大体4000リエルで、その当時1ドル、まあ、日本円で110円ぐらい、まあまあ1ドル渡して、で、買って、何気にその場で食べてたのね。こう。そしたら、まあ現地の人が普通に来て、トウモロコシって買っていって、で、渡した値段がなんと1000リエル。4分の1の価格やんと思って、と思って、なんていうの、このまさかのダイナミックプライジング、そんなアパホテルやねみたいな感じで思って、価格変動しすぎっていうね、旅行者と現地人、4分の1、4倍で買わされるってなんやねんと思いまして、で、まあまあ悔しいんで、次の日行って、で、何も言わずに1000リエル渡した。変えたという1000リエルでええんやんみたいな、なんやそれ25円じゃんみたいな感じで思って、まあまあそういうのがきっかけで、今後こう屋台で買うときは値段を聞かずにね、自分が思った金額をパッと払うと、でそれでまあ足らないよとか言われるときもあるねんけど、まあじゃあいらんみたいな感じで、何回かそういうのを繰り返してきて、あ、これってでもおもろいなと、こう旅行者、日本人旅行者と現地人のなんかこう物価の違いみたいな、それこそダイナミックプライジング分かるやろと思って、それでまあこのトウモロコシを露店で買うことでちょっと調査しよう、どんだけその差が、あの価格が違うのかというのをね、今ちょっと一人個人的に細々と研究調査しておりますね。本当なんだよね、これね、ちょっとね、まあ言ったら、何でも言ってみたらええっていうね、まあでもほとんどね、こう、値札がついてるとこってあんまり途上国ではないので、でもね、やっぱね、ほんまもう値段聞いたらあかん、飽きませんよ、自分の値段で買うっていう。